ダイソー100円モンステラをいろいろな方法、例えば水苔、土栽培、水耕栽培などいろいろな方法で育てて比較検討しています。その様子は動画になっているので、よろしければそちらの方もご覧ください。今日は水苔で育てているモンステラの植え替えをしようと思います。もう上から根が出てきてしまっています。簡単には抜けません。根がびっちりなようです。やっと抜けました。思った通り根がもうぎっちりです。本当によく育っていますね。新しい器の底に水苔を敷いて、その上に害虫対策オルトラン DX をパラパラと、マガンプ K もからり、あとちょっと早めに効く元肥オールパーパスもパラリ、そして水苔を軽く乗せて苗を上に置いて水苔を間に詰めていきます。水苔の上にマルチングにベラボンの M をパラパラと置いていきます。水やりの仕方は、まず一回たっぷり水を含ませ、吸わなかった余分な水を出します。水苔で育ててるモンステラの葉に切り込みが入り始めました。これからもこのダイソー100円モンステラたちの成長比較レポートしていきますので、どうぞお楽しみに。